2K ニュースです。新潟県佐渡市の小木港に5日約300人が乗船するクルーズ船日本丸が昨年7月小木港入港のパシフィックビーナス以来10ヶ月ぶりに寄港しました。日本丸はゴールデンウィーク日本一周クルーズと題して4月29日に東京都を出て宮崎県宮崎市、石川県金沢市、北海道函館市などを回って8日に再び東京都へ戻ります。4日に金沢市を出てこの日小木港に午前9時に入港、この後午後6時には出港し次は函館市へ向かうということです。9時の入港時には春日鬼組による子供鬼太鼓が披露され歓迎セレモニーが行われました。日本丸を降りた乗客はバスで佐渡金銀山や宿根木のたらい船、時の森公園などの観光地へ出かけたり、レンタルの自転車で周辺を散策したりしていました。また、埠頭には羽持郵便局がフレーム切手などを販売していたほか、観光案内所などのブースも設置されていました。今後佐渡には27日に日本丸が寄港するほか、7月30日にはパシフィックビーナスが寄港する予定です。新潟県交通政策局港湾振興課の高橋哲臣課長は、今回佐渡でクルーズ船を受け入れたが、佐渡は現在世界遺産に向けても発信しているところで、いろいろな魅力もある。クルーズ船で知っていただき、リピーターになってもらい、今度は泊まってもらいたい。二次交通の整備については県と市町村、地元の観光協会とも連携しながら体制づくりを進めていきたいと話していました。 2K ニュースでした。